アルトラッピはフィンランド、北サボ県、クオピオ出身の元スキージャンプ選手。ラッピは10歳で、スキージャンプを始め、1997年から、フィンランドスキー連盟のホペアソンパチームに所属して、ジャンプのトレーニングを受けた。2002年の、ノルディックスキージュニア世界選手権団体で、ヤンネ・ハッポネン、ハッリオリ、 アクセリコッコネンと共に金メダルを獲得、また2月24日にアメリカ合衆国アイアンマウンテンでのスキージャンプコンチネンタルカップで優勝するなどの実績を積んで3月1日のラハティスキーゲームズでスキージャンプワールドカップにデビュー、8位となった。2003年ノルディックスキー世界選手権では個人ラージヒル12位、団体戦ではヤンネアホネン、マッティハウタマキ、 タミキユルと共に、金メダル獲得、個人のオーマルヒルで6位入賞した。しかし翌シーズンから不審に陥り、足首の故障もあって、コンチネンタルカップやさらに格下の FIS カップへの出場が主となった。2006から2007シーズンにワールドカップに復帰、11月24日、クサモの開幕戦で突然初勝利を挙げ、世界選手権では、 ラージヒル11位、団体戦4位、ノーマルヒル22位の成績を残した。ワールドカップ総合では、自己最高位の15位だった。翌2007から2008シーズンは再び不審に、陥り総合52位、2008から2009シーズンは、コンチネンタルカップに降格した。2009年2月に、ロバニエミでトレーニング中右膝の人体帯を損傷し、 全治5ヶ月の重傷を負った。2009から2010シーズンに復帰し、コンチネンタルカップに出場したが2010年4月に現役引退を表明した。引退後ラッピは、フィンランドチームの協会員に選ばれた。ありがとうございます。